はい、国土交通省の、平成24年11月から行われている、建設業社会保険未加入問題対策ですね。これでその結果ですね、指導等の結果、一定程度のですね、社会保険加入推進という成果がね、出ているということで、もともとですね、平成29年度をめどに、事業者単位で建設業許可者の100%がですね、社会保険加入という目標が掲げられていたと思うんですけれども、平成28年3月までの段階で92.2%がもう加入したということですね。申請等件数のうち未加入であったため、指導を受けた件数が5万2813件、これ12.3%ですかね、だったそうで、で指導を受けた件数の内訳も国土交通省のホームページで、ね、公表がされていました。加入した件数が1万9394件、加入しなかったため社会保険等担当部局へ通報した、件数も結構ありますね。2万5784件、それから指導中または加入確認待ちの件数が7635件と、いうことですね。